Wi-Fi テザリングを設定する方法をご説明します。 Wi-Fi テザリングとは、スマートフォンなどの回線を利用してパソコンやゲーム機などをインターネットに接続させる機能です。 Wi-Fi テザリングを利用すると、外出先でもいつも通りにパソコンやタブレットなどでインターネットに接続できます。まずはじめに Xperia XZS SOV35 で設定を行います。ホーム画面でアプリをタップします。設定をタップします。もっと見るをタップします。テザリングをタップします。Wi-Fi テザリングをタップします。内容を確認し OK をタップします。続いて Xperia XZS SOV35 に接続するための情報を設定します。 Wi-Fi テザリング設定をタップします。もう一度Wi-Fi テザリング設定をタップします。ネットワーク名とパスワードを確認します。ネットワーク名とパスワードは任意で変更可能です。保存をタップします。これで Xperia XZS SOV35 の設定は完了です。先ほど設定確認したネットワーク名とパスワードを他の機器に設定し、ネットワークに接続してください。